工場勤務の皆さん、おはようございます。ということでラファエルです。よろしくお願いします。今日なんですけど、今日はですね、私あの一人になってから初めての24時間密着みたいなことをやっていこうかなと思うんですけど、24時間密着といえばもう今まで何度も何度もやらせていただいてたんですが、もうシリーズで言うと5回目6回目7回目ぐらい、これ YouTuber と言ったらもう何回もこれやるんですよね。やるんですけど、今までその2人だったんですよ。2人3人カメラマンがいてっていう、まあカメラマンっていうかもう詐欺師なんで、詐欺師が泥棒ですけど、僕のカメラマンは。これが一人になって、これ一人で自撮りでのこの24時間密着、これどんな画角になるんかなって。本来なら24時間密着、僕のとこにあの泥棒と僕が、泥棒がカメラやって僕がいて、たどりのカメラがあって、この3人体制でやってるところを外から見るっていうわけのわからん構成だったんですけども、今回もう僕しか全然一人で、今日ですね、撮影入ってて、今日明日と入ってますので、まあ、明日の昼過ぎぐらいまで密着ということになるんですかね。最近は、あれなんですよ、もう全然関係ないですから、朝8時に起きて、もう株の取引みたいなことをさせてもらって、これもう趣味ですけど、そこから10時から一旦寝て、みたいなことやったりとかしながら、はい、バタバタしてるんで、これがほぼ僕の中のもう朝一みたいな感じですね。で、まあ、ちょっとわけのわからないこと言ってますけど、ドロボーと一緒ですね、僕もね。どうも、皆さん、こんにちは。ジジイやババアにエレベーターの操作パネルを任すとろくなことがない。よろしくお願いします。皆さん、お待ちかねの、片岡翔太になります。今回なんですけど、ちょっとエンタメ企画になってまして、エンタメ企画というか、この間ね、ビラ配りだけ専門でやってるインフルエンサーさんと知り合ったんですよ。よかったら、片岡翔太君がビラ配りますよ、みたいな、こういう話になったんで、あ、それ面白いですね、ってことで、今回なんですけど、これ渋谷はこれマークシティの前ですね。はい。大体もう、ろくなやつし、見てください。ろくなやつしかいないです。その渋谷のマークシティのこの前の付近でですね、警察の許可をちゃんと取って、これすごくないですか、許可取ってるんですよ。いつも許可取らない僕ですけど取ってるんですよ。今回ビラ配りをするという、これ本当にいよいよもう大詰めです。今片岡翔太フェーズ7ぐらいまで来てるんで、まあ、フェーズ一応1000まであるんで、まだまだ動画上げていってもっと金にしたろうかなと思ってます。いつでも捕まえれるけど、再生数取りまくって最後思わなくなったら捕まえるって決まってるんで、もうということで、ちょっと紹介します。今日コラボなんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。もうすでに配りました。いや、ちょ先に自己紹介お願いしますよ。はい、練馬で毎日挨拶運動してます、練馬ゆうきくんと申します。いやー、はい、すごい。何目指してるんでしたっけ。練馬区長、ちょっと練馬区長って言われちゃうと、はい、お前何まで、ね、ダメか、ダメですか、こんなんで、ね、T シャツ作って、サーさん作れるでしょ、もっと。いやー、だけどやっぱりこういう泥臭い、はい、泥臭い男、お前、さては ADHD やな。いやいやいや、バレてるバレてます。何で知り合いましたっけ、僕らって。年収オークションで。そう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 、もともと年収オークションという番組で知り合って、はい、それであのマッチングさせて出会ったんですね。そうです。で、はい、あのビラ配りをとにかくもう1週間とかかけて、どんなビラでも配れるんですね。どんなビラでも配れます。はい、もう1週間ずっとそこの企業のビラばっかり配るっていう宣伝コツをやってて、はい、もう大学生とか呼んでも200人とか300人集めれるんですよね。まあ、そうです、そうです、はい、いや、すごい。で、彼なんですけど、警察のこれ配るとき警察の許可がいるんですね。許可がいります。許可を取って、はいはい、で、ちょっと今日マークシティの前だけ取ったってことですか。そうなんですね。あの、ハチ公だと、はい、あの駅のものになっちゃうらしくて、警察には取れないんですよ。駅に取らないといけないので。なるほどね。それ簡単に取れるんですか。いや、なんかちょっとね、電話して、お前ほんまに取ったよな。え、本当に、あ、今ありますよ。あ、いらん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 。それ、もっと詳しく聞いていいですかみたいに聞かれちゃったんで。なるほどな。はい、どうしよう。はいはいはい、はい、それは話長いで切ります。よく作ったっすね。はい、すごー。はい、めっちゃいい感じな。はい、ただね、懸賞金とか書いちゃうと警察通らないと思ったんで、こういう形で。あ、なるほどね。そうなんです。ワンテッドってことで。ワンテッドにしました。撮影上は、はい、一旦あの100枚ぐらい配るっていうことでこれやるんですけど、はい、もう本来依頼したらもういくらでも配ってくれるんで、はい、フォロワーの数だけとかも配りますんで。はい、それすごっ。命かけて。ちょっと待って、お前未成年。いや、違う。何歳？もうアラサーです、26です。はい、こう見えて、まあ、めっちゃ高校生に見られますからね。お前結構いい年やんけ。いい年してビラ配ってます。オッケー、じゃあもう配っていきましょうよ。はい、プロやから。いや、俺もちょっと配りますよ。1枚。風が強いですよ。1枚ですか。いや、可愛い女の子だけで配る。人探してます。あー、いいわ、こいつ。ええわ、こいつめっちゃいいわ。これめっちゃワンピースのやつみたいな。これテンション上がるな、これ。これ持って帰ろう。めっちゃおもろいな。人探してます。ちょっとなかなかやばい。人探してます。やばいな、お前。人探してます。すいません。お願いします。ありがとうございます。この片岡さんという方、本当に探してるんで、よかったらお願いします。マジで。なかなか受け取ってもんないですね。やっぱり、チラシが悪いです、チラシが。この間、マッチングの時、1000枚とか2000枚配られてたけど、いやー、これは…配るのか？ちょっと気になってますね。気になってへん。言って。嫌がってるやろ。あいつ、すごいな。あれ、26歳。俺、高校生や思ってマッチングして。かわいそうやな思って、頑張ってるからマッチングしたらなんかな思ってマッチングしたけど、あいつ26やと俺年齢切ったらマッチングしてへんかった、絶対。そんな思ってな、えらいもんで高校生や思ったら、かわいいな、頑張ってるな、応援したろかってなるけど、あれ26やと聞いたらちょっとクズやなこいつと思っちゃうな。
ません、ちょっと人探しで見といてください。すいません、片岡翔太って、ありがとうございます。よー、俺一発受け取ってもらったぞ。今のところ 100% やぞ、俺 100%。お前、絶対そうなんだ。アホやアホや、学生印刷してる先生におはようございますって。あ、あ、寝る。練馬ナンバーワンです。お前、ずーなのやろ、ほんま。あ、お願いします。あ、練馬行くしてる。ガキンしゃべってる。ザクソガキン。いや、今探してるんですけど、大丈夫ですか、先生仕事中に。ガキン高いぞ。俺のバッキー高いぞ。もう結構かかってますよ、お願いします。アホか、まだ10分ぐらいじゃなってへんやろ。こっちのお前編集の能力使うとそんなん1時間後みたいなやつ。ふざけんなよ。いやー、だいぶ困りましたね。1時間経ちましたけど、意外とね、受け取ってくれない。最初はね、ちょっと面白がってよかったけど、まあちょっとカメラ入ってるってもあるのかな。いやー、でもこれもう見つけたいよ、ほんま。いやー、多分見つかると思います。ちょっと何枚かもらっていい？あ、じゃあ3枚ぐらい。これめっちゃええやん、この記事。ちょっとこういう活動もしながらね、うん、他の活動もしながらちょっとどんどん探していくってことなんで、はい。お前もう疲れてるやん。いや、まだ行けます。いやいや、疲れてるやん。じゃあちょっと次の現場行ってくるわ、俺。あ、そうなんですね。じゃあまだ配りますんで。頼むで、そこは全部配り切って。いや、信用してるで、そこは。はい、任せてください。頼むで。はい、じゃあお疲れ様でした。うん、頼むな。はいはいはい、ちょっと突っ込んでください、ちょっと突っ込んでください。はい、いや、マジやった、こっちマジやった。いや、こっちマジやります。マジで全部配り切ってかかりますんで。え、じゃあちょっと俺も行くから頼むで。はいはい、もちろん大丈夫です。え、任せてくださいよ、用意したんで。はい、紙がもったいないですから。 SDGs も練馬よくやってますんで。それ部長にならへんの、それ。そうです、そうです。あと全部ゴミにするから。いや、これはやらないですから。俺も配っとくわ、他のところで。ぜひお願いします。許可取らずに。はい、ぜひ配るわ。引き続きお願いします。ありがとうございます。ババアも普段なって。はい、どうぞ。来ました、千葉県まで来ました。やってきました。近くに海とかがあるみたいなんで、マリンスポットがするために会社で、寮として借りてる別荘みたいなことなんですけど、そこの虫が多いということで、ここをなんとかできるんですよ、退治してほしいってこれ言われたんで、まあ面白そうだなと思って、まあ、実際どこまで破壊力あるのかちょっと見てみたいっていうのもあるし、とにかくお問い合わせがめちゃくちゃいただいたんですよ。実際飲食店に施工したパターンのビフォーアフター見せてくださいとか、うちの別荘で依頼したいんですけど、実際どのぐらいの効果があるんですかみたいな依頼いただいたんで、まあちょっとこれ面白そうだなと思ったんで、まあ、僕今ゴキブリ追ってるじゃないですか、片岡っていう。あー、です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 、すいません、すいません、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。てか、ゴキ派のなんかホームページ飛べないですよ。あ、そうです。ちょっと今また変えてちょっと情報が。はい、めちゃくちゃ DM 来ました、ほんまに。で、僕もなんかネタになればなと思ったんで。実際どういう感じですか、流れ的には。ここ今から施工するじゃないですか。はい、すぐじゃないですもんね、だってこの間すぐではないです。グルーミングして、巣を倒すっていう形だったんですけど、ちょっと今回、はい、DM でいただいた内容になると、はい、外側からの侵入が多いっていうのをお伺いしてて。あ、まあ、もう本当泥棒みたいなもんですね。そうですね。片岡や、うん、外からパッと見えるように分かるように、もう雲の巣がこれすごいやん。大きな雲が2匹おるやん、こことここと。これ真ん中のこれボケてますけど、これ雲ですからね。関根梨沙が化粧紹介するときのやつやって、雲に噛まれてんから。あ、ピンとあったわ。こんな感じですね。はい、はいはいはい。やっぱり玄関先もちょっと隙間空いちゃったりしてたんで、まあ、外壁用の、はい、ゴキ派の方。はい、外壁用ってのが実はあるんですね。別であります。僕的にはその御社効果あるかないかどうでもよくて、絵的にすごい虫をいっぱい退治できる、はい、片岡くんいっぱい退治できるってことを見たくて。あ、そうですね。そういう絵が撮れればと思うんですけど、だから今日一旦やって、僕はまた明日これ来るみたいなことです。何時間後に来るんだろう。明日ですか。明日24時間後に来てもらえれば、多分多少はちょっと見れるんじゃないのかなっていう。あ、もしかしたら。はい、もしかしたらっていう。じゃあちょっと早速というか、もう成功やっていきましょうか。はい、分かりました。この間のやつとまたちょっと違う感じですよね。はい、もう屋外の方はもうどこから来るかわからないので、いろんなとこに置かれる自動噴霧器を使って、はい、行わせていただきます。猫と犬は大丈夫でね、カブトムシとかはワンチャン危ないですよね。カブトムシとかもうかもしれないです。全然かもしれない、はい、そんなあんま笑いがなんか言うことじゃないけど。ごめんなさい、これはちなみに何畳でいくらとかそういうことなんですか。この外壁用じゃないですか。外壁用どういう値段なんですか。これは外壁用も、弊社値段が一緒です。変わらないです。屋内の値段と3万円からになってます。じゃあこの、はい、例えばこの家だと、
はい、まあ、何平米あるかちょっと分からないです、まあ、ちょっと普通の一般的な一軒家よりちょっと大きいのかな、ね、これだと大体概算いくらぐらいなんですか、イメージ3パターンのプランで、はい、3万円、5万5千円、はい、10万円のプランで分かれてるんですけど、はい、5万5千円の位置づけになるかなっていうのがあります。あ、大きさでそれプラン分かれてるってことですね。そうですね、幅とか広さにもよって変わってきます。腰パンっすね。そう、ちょっとズボン紐がちょっと緩くなってきちゃった。なんかどっかで聞いたなそれ。一番直してほしいとこどこなんですか、腰パン。1個だけ1個だけ。え、今日は超です。え、どういうことですか。ベルトがもうここまでしかないんで、はい、もうそれだけでいいんですね。これやるだけで。で、まあこちらの方もしっかり定着がさせてっていう形ですね。で、これもう登ってくるときにそこいっぱい溶液踏むから、もうこの間の家と同じ理屈はそうですもんね。理屈はそうなんですけど、使ってるもの中身は違います。あ、ちょっと違うんですか。違います。外壁温は、外壁温は違います。即死性が高いものになります。これは猫とか犬は、猫とか犬は外壁温はちょっとダメ。基本的にはまあ直接かけるのはダメですね。当たり前やろ。当たり前やろ。当たり前なとこです。はい、ということでいよいよ中ですけど、はい、室内になります。うわぁ、ほんまこんな感じなんや。へぇ、じゃあ入ってみましょうか。じゃあ、ね、すいません、お邪魔します。靴、あ、ごめんなさい、すいません、レギですね、すいません、ごめんなさい、すいません。よし、行きましょうか。はい、うわ、ピントがボケたぞ、これ。お化けおるんじゃん、お前。お化けはいるかもしれないです。この近くにお線転がしっていう心霊スポットあるみたいで。はい、あ、室内用のやつや、これ。そうね、これね、こっちは、はい、室内用の方用意して。はあ、これちょっとお化け屋敷感。じゃあどんどんやっちゃってください。はい、うちもこんな量あったらええねんな、会社でな。ちょっとトイレ見たい、トイレ。俺こういうとこのトイレ見てみたいね。まさかのボットンか、まさかのボットンか。風呂も見たい、こういうとこの風呂見たい。おー、綺麗。綺麗。で、ピントがめっちゃボケるの、怖っ。ここトイレないんすかね。トイレはそんなわけないっすよね。そこ絶対こんなとこちゃうよ。そうやな、そらそうやな。トイレあったかいな。トイレあったかいな。あったか、違うよ。そうだよ、絶対。こっちや。廊下に、うわ、すげえ、バイハザードやってみたい。うわ、バイハザード。うわ、怖。うわ、おもろい。うわ、何この手すり。何すんねん、こんな、この角度の手すり。ババアが使うんじゃ高いやろ、これ。俺の腰より高いぞ、これ。これ中と外入れて5万ってことですか？中と外入れても5万です。いや、進んで3ヶ月？これ、オーナーさん喜ぶわ。DM してきてくれた人、よかったっすね。これね、今回撮影協力やからね、無料でやらせていただいてるんですけど、もうゴキブリ出ないらしいです、虫とかが。まあまあ、ある程度やって、とりあえずは次明日っすね。ほんなちょっと茶芝居できますね、僕。はい、わかりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今からあれですよね、また撮影協力いただいて飲食店の方に行くって感じですね。はい、そうですね。はい、飲食店の方行きましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。僕じゃあ、車で行くんで、電車で行ってくださいね。あ、わかりました。はい、じゃあ、自分はあっちから。そう。またちょっとリュックしてもらって。やったわ。はい、ということで、引き続きね、店舗の方にも、来まして。どっちこちらの方は現在、まあ、居抜きということで、はい、今後ゴキブリが出ないように防虫をするっていう目的でご依頼をいただきまして、はい、実際に出てからだともう巣ができている状態なので、はい、できる前に対策をっていうパターンも、はい、どこら辺やっていくんですか。ちょっとやってるところも見たいですね。メインが厨房に出るんですけれども、出そうにない綺麗なところですよね。でも出そうにない綺麗な場所なんですけど、やっぱりちょっと油断すると、これで飲食とかゴリルやっちゃうと出てくるかもですね。ということで、その前にやってしまおうという形になります。ちょっとじゃあ、やってる風景撮影させてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな感じね。これは分かりやすいわ、視聴者さんにも。こんな感じで、このぐらい広さで何分ぐらいですか？店舗になると大体40分ぐらいはかかってしまいます。あ、40分かかるんですか？でも、2人で1人何もしないじゃないですか。いや、もう本当に見習いなんで、まだこれ2人でやったら早いじゃないですか。
触らせていただきたい。絶対上司絶対上司なんですよ。もう今すでに他で飲食店やられてるんですか。今回これを初めて。えっ、そうなんですか。はい、でもいろいろ授業やられてるんですね。あ、そうです。はい、まあ、仲間がいるんで。はい、仲間悪そう。いやいや、そうカフェバー、この辺の地域で多いんですか、カフェバー。まあ、カフェは結構多いので、はい、なんですけど、まあ、我々はコラボカフェ。コラボカフェ、キャストはですね、一応まあ可愛い格好はしていると。あ、なるほどですね。はい、あ、キャストも可愛い。健全です。本当ですか。まだ来ますからね、ご応募したら。いや、ぜひ来てください。はい、なんだかんだ時間経ちまして終わりましたけど、ありがとうございました。出るか出ないかみたいなもんみたいですけどね。まあ、外に持ち込まれたとして、外から持ち込まれたとしても、はい、巣が作られないので数が激小するっていう、まあ、入ってきたとしてもそいつが生き残れない環境。後日来ます。またそうですね。はい、後日、そうですね。ちょっとだけいいですか、後日まだ来るみたいなことで、はい、あの見させていただいて、それはあった方がいいですよね。そうですね、はい、あった方が嬉しいです。いや、多分気に、塩津さんも多分気になってるんですよね、見てるから、ね、すいません、じゃあ後ほどまたあの後日、はい、はい、来ますんで、すいません、お願いします。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。始まりましたね、会長。始まりました。いよいよ始まりましたね。アンバサダーやらせてもらってますけど、はい、フィナンシェ、はい、それこそ令和の虎とか林さんとか桑田さんとか、はい、井口さんとか、あの辺もみんなトークン発行してどうのこうのやってるじゃないですか。やってます。はい、いよいよ始まりましたね。始まります。我々も、はい、もう何個授業やってます、一緒に。もうすごいですね、両手で両手でまだ収まる収まるぐらいですね。井口さんとも授業やってますし。簡単に言うと、はい、好きなインフルエンサーさんとか、まあ、応援することで、はい、あのその対価としてトークンもらえる仕組みなんですね。ああ、なるほど、なるほど。はい、あれに似てますかね、なんかお金集めるやつなんでしたっけ。ああ、クラファンですか。あ、クラファン、はい、そうですよ。クラファンみたいな形なんですけど、はい、まあ、うちはそのお金を調達ってあんまりしないんですよ。はい、要はもうファントークンって言って、みんなにこう配ってですね、持ってもらって、はいはい、みんなで価値を上げていこうっていう、一緒になってっていうような、あのトークンを予定してます。まあ、あの見てもらったとき、我々あの喋りベタなんで、あの、はい、詳しくあの令和の虎のチャンネル桑田さんとか林さんが喋ってるやつをね、そうそう、あれ見てもらったら早いですよね、はい、あれ見てくださいね。あれ見てくださいよ。あれ見てください。そっちの説明しましょうか。はい、フィナンシェというサービスを使って、はい、カジノ、あ、まずそうですね、ジャンケット、ジャンケット、ポーカーであったりとか、はい、まあ、結構いろいろそういったものを展開していく予定です、ね。ポーカーとかカジノとかサービスを、はい、フィナンシェのそのトークンを発行する媒体を使って、はい、絡めて、絡めています。あの、例えば商品を、はい、なんかトークンにしたりとか、はい、まあ、ジャンケットの収益を、はい、の一部を要はバイバックって言って、はい、トークンを買っていくんですね、はい、運営が。だからそのトークンの価値も上がっていくんですよ。みんなが、まあ、集客したりとか、はい、カジノで遊ぶことでトークンの価値もどんどん上がっていくみたいな。要はそのあれなんですかね、フィナンシェ自体 の, そのトークンっていうのは、はい、株とかみたいなノリで思えばいいんですか、まあ、じゃなくて。いや、でも結構似てますね、はい、ということですね、はい、極論ですけど、はい、低い値段で買ってそこがバズって、はい、上がればそこで売却すればみたいな投機的に思う人もいれば、まあ、本来だったら僕らのそのやってる事業を応援したい人が入ってもらったりとか、はい、まあ、その特典を、まあ、株主優待じゃないですけど、はい、特典があったら特典とか優遇してもらったりとか、そこでメリット感じてもらったりみたいなことですよね。そんな感じです。はい、でこの運営側はそのやってるカジノとか、はい、そのポーカーとかでフィナンシェ自体の価値、そのトークンの価値を上げていくことで還元、まあ、一部還元したりとかっていうみたいなことですよね。はい、そうです、はい、株主とかスポンサーとかにならなくても、はい、その応援してる人や企業が成長した時に、はい、そのリターンが得られるっていう点がポイントになってるくるのかなと。で応援って別に普段からそのみんな応援とかしてると思うんですけど、はい、なんかその辺もうちょっとあの分かりやすく。うちの視聴者あの大体6歳以下なんで6歳以下75以上なんで、はい、あの、はい、6歳以下でも分かりやすい、いいですね。分かりやすい例で言うと、はい、東証とか、あ、まあ、今最近株とかやってますよね、はい、東証とか上場してる会社って、はい、ずっと持っとけば上がっていく、確実に上がっていくじゃないですか、あれって。はい、なんで上がるか分かります。いや、企業の価値が上がったってことですか。分からないのに株やってるんですか。いやいや、だって視聴者6歳以下で僕7歳ですから。企業は、はい、今絶対言ったらおかしいですね、倒産したらあれですけど、はい、成長していくんですね、はい、売上が伸びていって利益が増えていってどんどん成長していけば、はい、どんどん企業の価値が高くなっていくんですよ、はい、まあ、もちろん将来性であったりとかそういうのでもっと上がったりとかするんですけど、うん、会社で言えばそういった例えであって、はい、まあ、YouTube で言えば、はい、例えばラワさんも今チャンネル社数100万人以上、100万人、はいはい、170万人、はい、
100万と170全然違います。再生数1000人とか、はい、1000回か、はい、っていう時期もあったと思うんです、はい、その時にでも応援してくれてる人ってファンがいたと思うんです。います、はいはい、でもその時ってラハさんって登録者数100人で再生回数1000人の、はい、言い方ですよ。いやいや、そういう時期ありますよ僕らも。みんなその時期ありますから。みんなそういう時期あります。あります、あります。はい、まあ、初期の時からなんか応援してくれてる人って、はい、まあ、お返しとか、はい、そのなんかしてあげたいとかって思いません？いや、まあそうですね、あの子さんのファン、いわゆる僕らで言うと。そうです、はい、昔からあの実際僕が認識してるあの子さんのファン、ありがたいファンの方もたくさんいるんですけど、はい、なんか昔から見てますって言ってるだけで、はい、実はそうじゃない人とか、はい、あの最近見てて何も分かってないで、僕と勘違いして他のに光くんの動画のことをこの間見ましたって言ったみたいなとか、はい、もう言いたりするんですよ結構。あ、よくありますもんね、その YouTube のファンで言うと。もそれ、はい、まあ、そこで今回のフィナンシェ、いわば証明書のような役割を果たすんですよ。あ、そのトークを持ってるから。はい、そうです。その時から俺入ってるで、私入ってるでみたいな、応援してるでみたいなことですね。はい、そうです。やっぱりフィナンシェっていうコミュニティができてきた時に、はい、まあ、あの特典としてトークンこれだけ持ってたら無料でいけるよとかあるんですよ、はい、そういうサービスが僕らで作っていくので。ああ、そのカジノに。あ、そうです、あの韓国の、ホテルに要は無料で招待しますよ。それはでかいですね。そう、そういうのをやっていく。僕だって令和の虎の林さんです見たんですけど、なんかのにもらえるだけでしたよ、2000円僕らホテル無料ですよ。だんだん飛行機も無料にしようかとか、そういう話も出てたりとか。あ、まあそれはでも規模とか応援のあれにもよりますよね。まあまあもちろん、はい、そうです。ああ、はい、それはでかいですね、はい、そういったファンが増えていくじゃないですか、はい、じゃあその時にホテルに行ってくれる人とか、まあ、その遊んでくれる人がどんどん増えていけば、このトークの価値もどんどん上がっていくんです。そうですね、はい、こっちはまた別でその事業、それでちゃんと広めたいわけですもんね。そうです、そうです、はい、一般人が対象なんですか？それだから、その買う人、誰でもいいんですね、買う側は。買う側は誰でもいいですよ、皆さんで応援楽しめる感じです。カジノとかバカラとかポーカーする人は絶対持った方がいいです、はい、普通に行くよりは、はい、もうポーカーする分だけトークの価値が上がるし、バカラするすればするほど、まあ遊んだりすればするほど価値が上がっていく。なるほど、結構行くんやったら結構あの面白い仕組みだと思います。最近出たサービス。あ、そうです、そうです。林さんのやつとかでも10倍なとか、なんかそんなになってるんですか？なんかすごいさんのやつとかも。林さんはすごいですね。すごいですよね、はい、令和の虎のなんとか塾とか、みんなあの辺やってますよね。フィナンシェの顧問になれるんじゃないかってぐらい、確かにいろんな人の立ち上げるというか。そうですね、はい、あのいくつも持ってますよね。提供してますね、ノウハウを。逆に、まあ、皆さんの方が詳しいかもしれないですけどね。詳しい人はもう買うぐらいの人が。まあそうですね、投機的に本来応援する目的で、はい、あのやると思うんですけど、投機的に考える場合にやらしいなんて、その何倍ぐらいになるとか。ね、中にはまあ10倍とか30倍って結構誰でもどこもなってるんですよ、はい、10倍ってでもエグいですからね、はい、で、すごいところが100倍とか、まあ、僕らはもっと行こうっていうもっと行こうっていうか、その、あの規模が違います、あの事業をやる。だから事業が、まあ、確かにね、大きくしやすいので、その分トークンの時価総額も流動性もすごい良くなる可能性を秘めてます。秘めてるんじゃないかなと思ってます。ちょっとなんか飲食店やるんで応援してくださいのフィナンシェじゃないですもんね。そんなんやめてください。ダブル、何しダブル JT です。世界です、ワールドワールドジャンケットクラブもうフィナンシェってサービス使ってそこで発行するんですね。あ、そうです、そうです。ワールドジャンケットクラブを、はい、でフィナンシェは本当に金融庁とかの許可得てやってるんで、ちゃんとしたサービス、サービス自体、はい、もう安心して利用できるやつ。ダブル JC で調べてもらったら、はい、この動画が公開されてる頃にはそれがフィナンシェの中でそれ調べてもらって出てくるんで。あ、もう出てきてます。あ、もう出てきてるんですね、はい、ただまだ購入ができない。あ、なるほど、はい、まあ、これまであのファンの方とかが投げ銭した時も、はい、まあ、しただけで見返りっていうか、そのあれはなかったじゃないですか。物理的なものはないですね。応援しても、まあ、その方が人気出ても、まあ、リターンはないと。そうですね、はい、まあ、そうなんですけど、フィナンシェでは最初の頃から応援すると、まあ、還元があの多く受けられるような仕組みになってます。結局仕組み的にはすごいじゃないですか。で、はい、今回その WDC の、はい、トークン発行ってことですけど、結局そのお金はいるんですよね、買うのに。買うっていうことですよね。はい、あのただではないですね。ただ、はい、あのトークン購入する時には、はい、お金ももちろんかかるんですけど、はい、フィナンシェでその、はい、まあ、WJC のコミュニティ内で、はい、年に何回かイベントを行おうと思ってて、はい、まあ、その時にあの無料でトークンをもらえるような仕組みもちょっと考えてます。でかいですね、それ。イーロン・マスクが最近あれですよね、はい、1日1億円配ってるみたいなやつですよね。あ、なんか前澤さんが反応してましたよね。金配りはもう遅いと。なるほど、そういうのも今イベントはまああったりするってことですね。
まあそういう、はい、あのキャンペーンみたいなのはどんどんやっていこうか。当然あのアンバサダーやらせていただいてますから、はいはい、イベントに行きますから、まあ、僕以外のアンバサダーいると思うんですけど、はい、そういうインフルエンサーとあったりとかそんなのもあるみたいな話ですよね。あ、そうですね、あのラファさんの要はグッズとかちょっと作っていきたいなと。ああ、どんどんもう勝手作ってください。オリジナルグッズとか、はい、その要は購入できる権利とかもトークン持ってる方には株とファンクラブ一緒にやったみたいな、まあ、そんな感じイメージですよね。はいはい、めっちゃわか僕らみたいに分かんない人のように言うとそんな感じですよね。まあそんな感じですかね。え、そんな感じじゃなかったら言ってください。そんな感じです、ね、そんな感じですよね。このプロジェクトで、はい、たくさんのインフルエンサーとか巻き込んで、はいはい、あのフィナンシェ市場でももっと100倍以上100倍だったらやばいっすね、まあ、そうですね、価値を見出せるような、まあ、トークンにしていこうと考えて目指してるってことですね。目指してるサイドとしてっていうかできるっす。いや100倍ってすごいっすよね。100倍とかすごくないっす。いやいや、あのもう名前出したらないけど、その10倍でね、すごいすごい。いや、株とかで言ったら10倍ってすごいことですからね。株とかで言うとですよ。まあまあそうです、はい、年に1個見つけれたらラッキーみたいな世界観なんで、はい、それと100倍にするってすごいですけどね。まあ簡単っすよね。あの一応僕今まで結構プロジェクトとか、はい、まあそういう会社もそうですし、っていうのは、はい、結構うまくいかしてたんですよ。はい、活かしてるんですよ、はい、すごい形作ったりするの得意なんで関わったもんです、まあ、今回も、はい、まあそれ以上になるだろうって思ってます個人的には。でうち実際うちの社員とかももうみんな買う予定なんですよ。はい、買える買われへんもあるんですよね。おそらくですよ、はい、おそらく人気出ると思うんで。確かにそれ最初買えないかもしれないですよ。まあでもうちの購入者がそれだけ多いってことなんで、それでどんどん価値も上がってきます、ね、早めに買え応援してくれる人は、はい、早めに応援として参入してくれる方はもしかしたらそういうラッキーが待ってるかもしれないけど、はい、どこまで行ってもそういうなんか上がったり下がったりみたいなものだったり、そういう要素もちょっと兼ねてるんで、株みたいな要素も兼ねてるんで、はい、投機的に考えるんであれば、はい、絶対なんか儲かるとかそういう風なことじゃないから、そこは、まあ、あの自己責任でってことがありますよね、まあ、理解してもらったら、うん、あの上がるっていうのは分かるんですよ。フランチャイズ展開もしていくんですよ。それ何なんですか。実は WJC の、はい、WJC、令和の虎とかも出たんですけど。え、そうなんですか。あ、この件でですか。あ、この件で、はい、はい、もうこの説明動画じゃなくてそれで出した方が早いですよ。そ僕志願者です。怖かったです。それ流した方が早くないですか。いや、それはあのフランチャイズの募集なんで、こっちで WJC っていうトークンの話です。トークンの話ですね、はい、あ、フランチャイズの方もちょっと話聞きたいですけど、フランチャイズのやつは多分この動画出る頃にはまだ出てないんです、その動画は。あ、なるほど、はい、じゃあ後々ちょっとその説明動画が、はい、SNS、マークしといてもらったらどっかで出てくる情報解禁されると。そうですね。で令和ではもう取り終わってるんですね、はい、WJC のそのフィナンシェの、はい、まあそこのなんかジャンケンなんか広めるところの応援してくれる、はい、仕事として関わってくれる FC みたいなことですよね。そうです、まあ、もちろんフランチャイズの加盟金とか発生するんですけど、はい、トークンと交換するんですね、はい、要はその何百万っていう、まあはい、設定された金額があるんですけど、はい、その金額分のトークンと交換なんで、要はトークンを、はい、加盟金を買うんじゃなくてトークンを買ってもらったらフランチャイズの権利が与えれるっていう。加盟金、そういうこと飲食店やってますけど、加盟金だって300万とか500万とかはもう払って何もないですからね。はい、そうです。本来なら、はい、でも、あの価値あるものと交換なんで、あのフランチャイズさんが要は頑張ればその価値、あのトークンの価値も上がっていくじゃないですか、はい、だからみんなで頑張るような仕組みなんですよ、一緒に払い付け、かけ捨てみたいなものではないんですね。払い捨てるみたいな。はい、その時点でも交換ですよね。交換です、はい。それはまたそれみたいですね。めっちゃ良くないですか。例えばめっちゃいいですね、それ。まあ、ラハさんとかが、まあ、カレーパンとかでも、はい、まあ、加盟金がもしトークンやったら、はい、こうもっとすごくなってたと思うんですよ。うわー、しかもやり直そうかな、メロンパン屋とかで。カレーパン屋みたいな。なるほど、なるほど。僕が、ラーメン屋とかも、フィナンシェ使って、サービス使って。そう、加盟金とか、例えば、ファンのみんなが、はい、トークン持ってたら、はい、多分ラーメン食べに行くじゃないですか。カレーパン食べに行く、あの買いに行くんですよ。確かに。要は自分のトークンを応援してることにもなりますからね。応援、あの価値も上がるし、食べることで、そう、応援できるんで。だからそういうコミュニティ作りが、この WJC のそのトークン。あー、じゃ今後、フィナンシェに関わらず、はい、こういった似たようなサービスがもう出るかわかんないですけど、はい、それが流行りそうですよね。普通に食べたら、払って終わりというような、はい。まあでも、わけが違う。WJC は検索してください WJC はなるほど、これはちょっと僕も期待してますんで、お得な情報とかあればもうぜひこのタイミングでいろいろ教えてもらえると思うんですけど、はい、実は現在、はい、無料で、はい、トークンを配布してます、はい、はい、それ抽選ですか。いえ、全員です。
もらえるんですか、ただで。全員に。はい、どういうことですか、どういうことですか。概要欄のホームに記載してるんで、はい、あのそこに入力してもらえたら、もう全員に、え、はい、トークン配布してます。だからみんなで応援してほしいです。一旦じゃあもうかなりの人数の方が応募というか来るんじゃないですか。漏れなくですもんね。漏れなく、はい、もう今だけです。今だけっていうか、まあ、次いつするかわかんないですけど、一番低い状態ですよ。そういうことですね。一番低い状態からもう上がるしかないんですよね。確かに、はい、だから初年みたいなことですか。そうです、それがもらえる。それもらえるのやばいっすね。はい、やばいっすよ。普通に考えてやばいっす。もうこんな株とか今やってるダメですよ。いいでしょ別に。多分これこうなってますけど、こうしかない。あの今後も一応、はい、ゲリラでやる、はい、まあ、その無料トークン配布というのをやる予定でしてるんで、まあ、WJC のフィナンシェのコミュニティフォローしてもらうとか、はい、まあ、公式 LINE 登録しておいてもらうとか、まあ、情報をどんどん流していきますんで、はい、要チェックしてもらえたら相当裏がありますよ、はい、それみんなで WJC を応援してもらえたら、はい、価値があるんで。僕もちょっとコミュニティの情報をいろいろとフォローしておきますので、はい、まあ、あのアンバサダーやらせていただいてますので、僕からか、まあ、公式からか LINE アットとかうんぬんかんどっかで配信しますので、まあ、ということで、この動画の概要欄の方を見ていただければ、情報を貼っておきますので、そこでは無料トークン配布の先ほど話にあったやつですねもらえますので、ぜひ概要欄の方をチェックしていただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。昨日ありました、中丁場で。でも実際何も 見てもね、何もないってないですもんね。ない時もありますね、やっぱり。虫がおるかどうかって後でそのオーナーさんからの感想しかないですもんね。感想でしかないです。ですよね。で、まあ、出たら出たらで連絡来てっていう形ですね。ですね、行きますか。はい、まず、あ、中田さん見ますか。はい、先に。昨日引っかかったんで気をつけてください。俺が引っかかるかよ、そんなに。行きますか。はい、すいません、失礼します。失礼します。あ、なんか気の持ちよい匂いですね、薬の。そうですね。嫌な匂いじゃないですね、はい、何かいたら取りたかったんですけどね。まあまあリアル、ガチはこんなもんですよね。持ちはこんなもんです、やっぱり。ガチはね、やっぱり出なくなるのが目的なんで。手術さんももしいたらコメント欄で教えてください。何分何秒に肩がおったよって。外壁ちょっと見ます。はい、見てたかって、なんか絵が撮れればいいんですけど。まあでも虫がおらんはおらんですけどね。まあ昨日別にいたわけじゃないですけど。そうですね。あのオーナーさん曰くめっちゃおるらしいんで。あー、やっぱりえぐいらしいんで。まあもう今冬に片足突っ込んでますけど、夏えぐいらしいですから、それで依頼来たんで。まあそうですよね、夏場はそうですね。あとは夜、夜行性なんで。あれ、これそうちゃん、あれ、あ、これゴキや、死んでるやん。ゴキなんで外側のから来てるんだとは思います。触れてちょっともだえて、こっち側で。え、触れたらこれどのぐらい死ぬんですか。大体12時間以内には大体もうこっちの外壁用はもうほぼほぼこっち死ぬ。強いかな。強いんで。そうか、虫も少ないんですかね。言うてないし、もっとブワー死にたらおもろかったんですけどね。まあ雨ですしね、ほんで昨日今日と。そうですね、僕も。あ、ゴキいます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 。肩がいますちょっとやっぱ実際見ると自分も苦手ですね。気持ち悪い。この死んでる死骸のゴキブリも、あの、うん、別途で弊社の方でちょっとあの処分をやらさせていただいてるので。え、翌日来てるんですか。翌日来て、まあちょっと本当無理なお客さんがいれば、あのちょっと別途で費用かかっちゃうんですけど。まあ、無理でしょ、みんな。はい、回収もやらさせていただいて。こんな感じなんや。クモも死んでますね、実際に。クモはそれ、昨日お前が引っかかって殺した。これ多分別。お前が引っかかったやつだ、昨日。別のやつだと思って。ほんまやな、ちょっとね。いや、これでもほんまに効果実証できましたね。はい、いや、よかったな。よかったです。まあ、お問い合わせいただければね、まあ、今回ね、撮影協力いただいたんで、次、あれやりたいです、旅館。旅館。あれ言ってたやつ。カビ取りの方で。カビ取りのやつ。それもやりたいです。あ、ぜひ。木のね、下側とかね、京都とかもお寿司屋さんの路面店そうですけど、木でしょ、入り口がね。そこの下って、カビで黒いでしょ、半分ぐらい。あれが全部取れるっていう。めっちゃ綺麗になりますよね。カビ、めっちゃ綺麗になります。あれ、すごいっすよね。新品同様ぐらいに綺麗になります。あれマジすごいね。俺まだ疑ってんのよ、それ。写真しか見てないから。そう、写真で。そこで撮影協力させてくれる、なんかその木の腐ってる店に連絡欲しいですね。自分の人としての少年腐ってる人と連絡欲しいですね。DM いただければと思います。はい、帰りましょうか。はい、ありがとうございました。電車？電車です。これ車やから。はい。気をつけて。あ、ありがとうございました。あ、荷物忘れてんじゃない？あ、ちょっと、はい。熊の巣。うん。取ったんですり抜けられました。取ったんちゃうね、引っかかってんや。はい、ということで帰ってきました。一人になってからの、24時間密着みたいな、これちょっとタイトル何やってるか分かんないですけど、まあ1日分回したろうと思ったんですよ。ババアのアキレス腱使って分回したろうと思ったんで、1日、まあ1日半ですかね、約2日にわたりやった撮影内容を自分の自撮りなんで密着もクソもないんですけど、こんな感じで動いてますみたいな。最近 YouTube ももちろん、しっかりやってますし、他のお仕事もあったりとか、いろいろ片岡を、探してたりとか、いろいろある中で、まあそこメイン
ですけど、昨日ですかね、その株、まあ今日もやったんですけどさ、細かく言うと先物なんですけど、まあそんなのもやりながら、新しい趣味見つけたなみたいな、これがね、めちゃくちゃ僕個人的には楽しくて、まあこれ本業じゃないんで、ね、仕事をおろそかにするわけじゃないんですけど、あくまでも仕事外でやる趣味みたいなことなんで、僕人生こう、まあ年齢こそ言ってないですけど、こう長く生きてる中でですね、いやいや、二十歳ってやけど、初めてできた趣味がワインなんですよ、これ。メンタリスト DAIGO さんに教えていただいて、初めてできた趣味がワインで、そこで何千万一気にブワー使って、熱中できるものに出会ったっていうところで感動と、まあ、あとはその趣味っていうところを初めてっていうところで、だからもう一発目の趣味がそれやったから、ちょっとした釣りがどうとかね、料理がどうとか、ちょっとした趣味あるのよ。お皿集めるの実は好きやったりとか、あるんですけど、じゃあガッツリハマった趣味ってそこまでなくて、それ以来ワインももうあれ3年4年ぐらい前ですか。ワインもずっと飲んでるんですけど、あの時ほどガッて集中してなかったというか、株とかそういう、まあ、投資とかが、結構趣味で今もずっと見てるんですけど、昨日の朝の同じ画面を、楽しいことを見つけたって感覚で、楽しいものは仕事じゃないというか、なんていうんですかね、やっぱりどこまでも実業じゃないと僕は向いてないと思うし、なんかそんな、なんか楽して儲けれるんですよ、たまたまね。そういう時もあると、負ける時もあるんですけど、まあそういった美味しい話なんかないと思ってるんで、というかその株とか不動産投資とかっていうのは基本的に、まあキャピタルゲインというかね、お金が資産価値が上がってるだけですから、どんだけこれで稼げても本業と言いたくない、本業にしない理由っていうのは、例えば株とかその不動産もそうですけど、1日1億稼ぎました株でってなるじゃないですか。もちろん税金は 20% ですから、 20% 納めるんですよ、納めるんですけど、なんですかね、その要は GDP に反映されないというか、普通に実業で何か働いてこんだけ収益上げましたって会社さんがあったとするじゃないですか。それはそんだけ全部国の GDP に反映されるんですけど、その株でとかその不動産とかで儲け分で決済したとこのコーナーとか売ったみたいなのは、ただ僕がの資産勝手に増えただけで、誰のためにもならないというと、株とかやってる人にめっちゃ失礼なんですけど、っていうふうに僕はちょっと思ってて、そのマクロ経済的に言うと、仕事ってちゃんと言えないような業種、これめっちゃ叩かれそうやな、なんかこんなこと言うと。まあでも実際そうなんですよ。国の GDP に反映されないものをいくらバーってやっても、俺こんだけ世の中に還元してんねんでとはならないじゃないですか。まあ確かに税金は払うんですよ、そっからね。まあでも 20% やからもう最小税率ですよね。法人が 35%、 個人やったら 55% やから、社会貢献はできてないという感じなんで、まあこれはもう趣味だよねっていうふうに思ってるっていう感じですね。まあそんな感じでね、片岡くん探してますんで、引き続きよろしくお願いします。あ、あとあれ、これいただきました。ゴキブリ、撲滅大使になりました。こんな感じで、以前動画にやらせていただいて、で僕もあんまりちょっと馴染みがないんで、ああいう害虫駆除とかでやらせていただいて、で今回の動画でやらせていただいて、昨日今日とやらせていただいてから、もうよかったらうちのアンバサダーになってくださいよみたいなこと言われて、ああ全然ぜひぜひってことで、あれよあれよと話が進んでアンバサダーになりましたんで、これから僕のことゴキブリって呼んでください。はい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 、おはようございます。おはようございます。あれ今日上司いないんですか。今日はちょっと、今日は上司は別件で、はい、今日は上司じゃないですか。あの人何やったんですか。出てるみたいなことどうするんですか。出てることは僕の自信の中ではないです。お世話になります。あ、片付いてる。おはようございます。おはようございます。派手な、どこに売ってるんですか、その派手なって言いますか。どこで買うんですか。ムンクの叫びの背景みたいなやつですよね。設置されました、はい、すいません。いえいえ、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。どうです、中ちょっと見させていただいていいですか。あ、もうそこで撮らせていただければ、はい、すいません。ゴキブリは全然見てないんですけど、はい、見てないのと、あとはやっぱりちょっと小さい虫が前はちょこちょこいたんですけど、あ、本当ですか。ちょっと見当たらなくなったので、本当ですか。よく見えてるやん、すごいな。うちマジ出てこないですもん。あ、本当ですか。あ、やっぱり、はい、もうやっぱりっていう言葉が出てきちゃうんで。これメニュー何をこれ出していくんですか。これうちのカレーパンですよね。うちのカレーパン導入しますよ、メニューライセンス。営業してよちょっと。じゃあちょっと後ほど、じゃあその辺お願いしますよ。なんで年間二次料使えるんですか。年間僕の投資でパネル置けるんですか、目の前に。そうです、言ってください。それそうですね、片岡さんにちょっと伝わらないように。あ、お前わざわざ気合いにしてくるからな。その件ですけど、作る動画みたいに作るからな、気をつけなきゃ。そこは後ほどお願いします。裏で悪いことしたよな。明日の占いカウントダウン。明日最も良い運勢なのはお羊座のあなた。素直な態度で魅力アップ。会いたい気持ちはストレートに伝えて。さあ、つって4位は獅子座のあなた。自分のためにお金を使うとよし。気分転換が今日のポイント。6位は牡牛座のあなた。気になることはすぐに情報収集を。8位は水瓶座の人。新たな発見がある日。
小さなことにも目を向けて、11祝い手座の人、苦手な人から接触がありそう、誤解を招く発言に注意。そして最も悪い運勢なのは、ごめんなさい蟹座のあなた、ひょんなことから関係がバレてしまいそう。今日は一日静かに過ごしましょう。でも大丈夫、そんなあなたのラッキーカラーはブルー。明日もあなたに幸せがありますように。恋愛専門霊媒師佐久野先生監修の公式 LINE はこちら。毎週恋愛や占いに関するお得な情報を無料配信中。Between a right and wrong.